高速電気鉄道研究協会は1899年10月に電気鉄道車両による高速走行の実践的経験を目的にベルリンで設立された団体である。この試みでは初期の電気鉄道でよく用いられた第三機上に代わる空中化線方式が高速走行用の電流供給に適しているかどうかを明らかにすることも求められた。 電気大手企業のアイグと、ジーメンス・ウント・ハルスケ、銀行からデルブリュック・レオ &CEO、ドイツ銀行、ドイツ国民銀行、ヤコブ・エス・エイジ・シュテルン、機械工業企業のボルジッヒ、フィリップ・ホルツマン、クルップ、サイペンチャリアーが加わっていた。出資比率は、ドイツ銀行が20%で筆頭となり、アイグと、クルップ、ジーメンスが、各13%ずつでそれに次いだ。 ソッセン実験走行の対象は、王立プロイセン軍事鉄道のマリーエンフェルデとソッセンの 23km の区間が選ばれた。プロイセン国防省の承認の後に、1901年春に該当区間の改修が行われた。最初の走行では、時速 160km までの加速が行われたが、速度はそこまで増大しなかったため、軌道設備が補強された。 二年後、後兵隊により駅状化する更新を受けた。河川は線路の中央ではなく、その傍らに高さ5.5メートルから7.5メートルの間に3本が仮設された。ケルンのタイペンチャリアーは2両の電車を製造し、アイグとジーメンスウンとハルスケはそれぞれに伝送品を提供した。50人が乗れるスペースが条件だった。 1903年9月中旬から11月末にかけていずれの車両も時速 200km を超える高速走行を達成した。最速記録は10月28日にアイグ製車両が出した時速 210km だった。実験は従来の設計の車両ではるかに速い速度を得られることを示し、これを本線に活用するという商業上の要請を 生むことになった。技術的な観点からは相当な成功であったにせよ、経済的な利得は長期的な観点でのみ得られるものだった。しかし、二つの電気メーカーは、実験からの利益を早期に確保することを起とし、1904年、初めには、ベルリンハンブルク間の高速鉄道に関する覚書を締結した。同じ年のセントルイス万国博覧会には、 車両の巨大な写真が展示され、実験走行について詳しく紹介された。しかし、期待された発注はなされなかった。研究会は目的を達した後、1905年12月に生産が決定された。軍事鉄道の試験船は1920年に閉鎖され、間もなく撤去された。ベルリン・マリー・エンフェルデ駅の記念プレート1985年12月。 テンペルホーフ地区事務所は、ベルリン・マリーエンフェルデ駅に、イレーネ・シュリッツ・セイ・ホフとマクシミリアンプ・ファルツグラフによる、1903年10月28日の、世界記録を記念する彫刻を混流した。記念碑は、プロイセンのマイルストーンを模したアルミニウム製で、実験走行の詳細が記載されている。率先駅にも2004年10月に、制動製の記念碑が設置された。 ワンマン、ワンバンク、フォアフンダーとヤレンスタープエイドルフ・フォン・ハンスアマン、ヒストリック・マガジン、プログラムナンバー3ターゲス・シュピーゲル1985年12月21日、ジェシュ・ウィン・リグ・ケイツ・リコード・バイデア・ワーン。ウェブサイト・オブ・ゾッシェン、2007年8月14日、時点の ID= レニー・ロックマンオリジナルより、アーカイブ。2017年2月25日閲覧。ありがとうございます。